達治ヌートバー、今日も元気に3出塁。ヌートバーが今季初の1番右翼で、タイムリー安打と2四球で3出塁。出塁率は5割6分5厘にまたアップ。WBC 日本の世界一に貢献したカージナルスの、ラーズ・ヌートバー外野手25が18日日本時間19日、本拠のダイヤモンドバックス戦に、今季初めて1番右翼に入り、3打数1安打1打点2四球だった。復帰2試合目の17日のパイレーツ戦では、6回に右翼ブルペンに今季1号となる同点ツーランを放ち、三塁ベースを回る際にはお得意のペッパーミルパフォーマンスを披露。ファンのヌーイングの大声援に応えた。選球眼はほんまにええんやな。大谷の腕時計パワー。ヌー散歩。彼は出塁マシーンだ。マクガフも今日良かったな。有能すぎる。優秀やな。守備走塁良くて選球眼に優れた若い選手とかひいきにいたら最高や。打率。2割3分1厘。OPS1.027。選球眼マジでえぐいな。打率に対して出塁率高すぎて草。よう見た。めっちゃ欲しい。ちな役。お散歩マン。大型契約あるかな？二刀流続けるなら大谷もこのスタイルのがいいと思うわ。ここまで極端な選手って他にもおったんか？ OPS 爆上げ打法。立浪に指導されてほしい。ヌートバーを返せる打力があるの？ 5試合で10四球は草。100四球ペースやな。有能すぎるだろ。鳥谷達治。カージナルスの打線は30球団でトップ3には入る。これは名誉日本人。一番にこれいたら心強いな。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。